ツーポーン。武田さん、お、ポケモンやってますか？ポケモン先生、ポケモン先生、ポケモン先生、まあ、先生って言われるほどではないですから、ポケモン生徒ですけど、ポケモン生徒、まだまだポケモン生徒、ポケモン GO のね、ポケモン GO、ね、あ、まあやってますやってますよ。そうですか。はい。今週もね、うん、今週も、毎週じゃないね。またね、ちょっと、はい。経過報告みたいなことをしたいなと思いまして、はいはい、行きましょう行きましょう。こっち的には僕の方が面白いと思う。武田さんからの方がいいですけど、どう思います？まあ、とりあえずじゃあ僕のやつ見ましょうか。そうですね。じゃあちょっとチェンジします。はい、はい、というわけで、はい、武田端末でございます。あ、いいじゃないですか。ピカチュウいるじゃないですか、武田さん。そうなんですよ、ピカチュウ、ほら、ピカチュウ隠れてるよ。ピカチュウどこに隠れてるの？いないですね。いいね。まあ、これで歩き回らないとね。もうね、2週間ぐらいね、経ちますか？経ちます。どうですか？ちょっと見ていただきましょうか。武田ボックス、あ、まあ、ちなみにレベル18です。おっ、おい、上がりましたね。まあ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 ですね。まあ、通勤通学のね、時間を使って。なるほど。一番強いのはシャワーズです。これ普通の名前じゃないですか。あ、確かに確かに。え、このポケモン動画そういうのじゃないですよ。あ、そうか。あ、すいません。シャワーズなんてダメでしょ。ああ、なるほどね。でしょ。おうおうおう。どうしましょうどうしましょうどうしましょう。こっちが聞こえてきたいな。武田端末の、消しましたね、今ちょっと。歯がない、歯がない。あったよ。あ、ユシャン派。あ、シャン、ユシャン派ですか。なるほどね。シャンプーは使わないぞと。シャンプーは使わないぞと。俺は洗剤なしだと思って。そうなんです。なるほど、そういうタイプの。これ、あの、びっくりしてます。目が、目が、びっくりしてます。なるほど、びっくりしてますね。名前まだついてないと思いますけど、シャッ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 。何何この辺が、それどの辺が、この辺、もうシャッシャッシャッいう感じの見た感じ、雰囲気でございますね、これね。そういうこと。ここマッサージ師すごい気になるんですけど。マッサージ師マッサージ師めっちゃ気になるんですけど。なかなかいいでしょ。新機能でつきましたね、今日さっきね。おお、ちょっとマッサージ師、なんかポケモンの強さがわかる。ああ、これですか、ポケモンを調べてもらうっていうパターン。マッサージ師調べてもらいましょう。いや、キングタケダ、君のマッサージ師を調べてあげましょうか。お願いします。全体的に君のマッサージ師はバトル向きではない、まあ、マッサージ師ですから。あ、バトル向きじゃないです。そうです、マッサージ。あー、あ、そうです。どっちかというと癒しの方。ああ、なるほどね。指圧でね。ああ、そうですね。バトル向きではないですか。疲れた体を癒すタイプの方なので。でも私は好きよ。私は好き。顧客一人いる。顧客、やっぱ、まバトル向きではないけれども、マッサージの手腕がやっぱりやっぱいいと、いいから好きだし。そうです。なるほどなるほど。攻撃が際立ってる。でも攻撃は際立ってるんですね。あ、そうですか。バトル向きではないけれども攻撃が際立ってる。バトル向きじゃないなんてことは言われるんですね。そうですね、十分高いからワクワクする。これ値段が高いということですかね。ワクワクする。あ、だいぶコースがすごい。あ、エロマッサージ師ですね、これ。解明しましょう。君のマッサージ師は巨大に。エロマッサージ師ですね。あ、そうですね。エロマッサージ、今までで一番大きいエロマッサージ。ちょっと解明しましょうか。解明しましょう。これ一回消さないといけない。多分そうですね。エロマッサージ師。エロそうだな。ちょっともうちょっと、手がエロい。つってね。で、口開けて。あー、どうよ、なるほどね、そういうことですね。あのね、ルージュラはね、もうこれ名前、これつけやすそうな感じ。強さ見てみましょうか。あ、強さ見てみますか。うん、なんかヒントになる。君のルージュラ調べたい。言うことなし。わー、そうです。とても頼もしい。うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。 HP が際立ってる。おー、なるほどね。十分高いから。いいじゃないですか。お値段は
小さいルージュだらね、可愛いと思うわ。なるほど、ね、XS ですからね、お姉さん、ね、ああ、そうですね。なるほど、そういうのやっぱ強さも関係するんですね。するのかもしれないですね。全体的にいいみたいな感じでしたね。そうでしたね。何しましょう。何しましょう。これ難しいな。なんか募集しようか。あ、もう、はい、ダメ。ルージュはダメ。はい、思いつきます。ダメですね。そうなんです。あとはなんか増えてます。あ、どうですか。ベロリンガ。ベロリンガ、ベロリンガ見たことない、まだ。あ、本当ですか。めっちゃめっちゃベロベロめっちゃ舐めてるやん。エロくないこの人も。あ、エロリンガにする。イジリンガでしょ。イジリンガ、イジリンガ。大丈夫ですか、なんか卑猥な名前増えてきたんですけど。武田さんのポケモンボックス、じゃあ評価も見ておきましょうか。見てみましょう。イジリンガ、イジリンガとても強い、自慢できるわねと。防御が際立ってます。防御が際、受け身の受け身、いじる方、いじるくせに受け身っていう。なるほどなるほど、参考になりました。あ、ありがとうございました。そうですか。へー、他なんか新しいのありますか、ね、なんか増えてますか。サイフォン、あ、サイフォン、イワーク、あ、イワーク、イワークも僕も持ってないな。あ、声出し匠、あ、声出し匠、声出し匠、どうですか、安定の声出し匠、どんなもんやったか、安定の声出し匠ですよ。そうですね、あ、声出し匠、はい、声出し匠、どうですか。言うことないね、全体的に。とっても頼もしいんですね、声出し匠。あ、そうですか、際立ってる、驚異的、驚異的な HP を持つ、すごい、芸能界でも生き残っていく感じの、あ、そうですか、なるほど、ありがとう、ありがとう、なるほどね。こんなもんですか、そうです、こんなもんでしょうね。なんか見新しいのあります？ないですね。あんまりないでしょ？増えてないでしょ。そんなにね、ピカチュウは増えました、ね。68匹ですしね。ええ。うん。ちょっとあれですね。ああ、そうですか。じゃあちょちょちょ、立花さんの先生のね。企画倒れ。企画。ちょっと先生のやつも見ましょう。あ、わかりました。じゃあチェンジ。はい、というわけで。おい。立花のボックスでございますけれども。はい。じゃじゃん。おー、いいじゃないですか。見てください。おー、204体もいるんですよ。あ、本当ですね。はあ、あ、なんかかっこいいですね。あ、やっぱりナッシーが、なんですか、なんかパイナップルに玉。そんな感じでしょ。あ、確かに。パイナップルに玉ついた。確かに強い感じですね。すごい。1389。すごいじゃないですか。育てました、パイナップルに玉。調べてもらいましょうか。あ、調べてください。いや、君のパイナップルに玉を調べたい。とても強い、とても強い、おお、いいじゃないですか。 HP が際立ってるわ。おお、攻撃にも驚いてるの。おお、十分高いからワクワクするわ。おお、ようしゃべらはるな。まあまあ、パイナップルに玉とね、ブービーバービーね。ブーバーね。ブービーバービーです。略してブーバー。あ、そうですね。訳されてたんですよ、今。ああ、そうやったんですか。本名ブービーバービーさん。ブービーバービー。かっこいい。これブービーバービーはどこにいたんですか。近鉄派とかにいました。あ、すげー。このまま、このままで生まれてきました。線で落ちてましたからね。ええー、で、そのこいつもね、はい、最初から急に3人急に3人やったんで、最初から急に3人やったんで。見ました、この水素水。シャワーズが欲しいんですね。そうそうそう、シャワーズが欲しい、とかかな。こんな感じかな。フライドチキン、フライドチキン、フライドチキン。本当にシャワーズ欲しいんですね。いっぱいいるんですよ、僕のこの EV からの系が、ね、新しさで見る。あー、なるほどな、ね、これで見たら分かるかな。最近名前はまだ ね、名前つけてるやつあんまいけない感じですね。最近はまあ言うたら初歩ポケモンばっかりですね。そうなんですよ、強いから、はい、あ、ピッピーがいるね。うん、うん、だからね、あんまり名前をつけてる。あ、シェルダーは初めて。あ、モンジュラも初めて見ましたね。あ、マジですか、はい、シェルダー、シェルダー、はい、モンジュラ
モンジャラ前からいまして。本当ですか。テンパと強めの。ああ、そっかそっか、うん。僕はまだ持ってないです。ああ、そうです。結局コイキングはギャラドスになるんですか。うん、なりますよ。あ、本当ですか。ただめっちゃいるけど。めっちゃいますよね。うん。400個ぐらい。そう。これね。はい。それでめちゃくちゃ強くなるんですかね、進化したら。いや、なると思いますよ。だって結構たまにジムのところに。ああ、なるほどね。はいはいはい。あとね、あれとね、この間ね、出たやつがあります。卵から帰ってレアポケモンが。まあまあそうなりましたね、ええ、あ、ひどい名前。あ、それ初めて見ました。サンド。サンド。はい。卵から生まれたサンド。卵からサンド。卵サンドでいいじゃないですか。卵から生まれた。わざわざ卵孵化させたのにサンドやったっ。ああ、なるほどね。卵からサンド。これ。うわ。つぶらちゃん。へえー。カブト。可愛いでしょ。へえー。あ、横動きもするんですね。そうですね。目が可愛いつぶらちゃん。つぶらちゃん。でも本当の目はここにある。ああ、そうなんですか。そう、知らんかった。かわいい。カブトはね、10キロ卵。おお、じゃあ珍しいんですね。孵化させたら出ましたね。なるほど。そのもんかな、名前つけ。最近は多分これといってなんか強いの出てなかったんで。いや、そろそろ対戦したいですね。そうですよ、対戦とかね、あったらいいですけどね。いや、やっぱ強いっすね。ポニータはいないですか。ポニータいないですね。へぇ、あ、とても強い。自慢できればね、 HP が際立っているわ。驚異的に君の頭挟み巨大ね。うん、巨大ね。巨大です。うん、いいじゃないですか。頭どうしたんですか。どうしたんですか。全然。え、はい。とても強い。自慢できるね。自慢できる、ね。自慢できるらしい。驚異的ね。今までで一番。いろんなのを見てきたでしょうね。いろんなのを見て、これこの日、この女性も結構のやり手ですよ、ね。ああ、そうですね、ええ。今まででっていうぐらいね、比べられるぐらいね。ええ、そうですよ。また、また。はい。普通に。そうっすか。普通に強い。際立ってるわ。攻撃？今は誰？ああ、そうですか。可愛い言われてますよ。可愛いよ。ああ、立花さんの。言われてますよ、可愛い。違う、このえ、こいつですか、ゴルバットの、君のって言ってましたよ、だって。あ、そうですか、僕のですか、ゴルバットでしょ。ゴルバットのことじゃないですか。可愛いと思うわ。参考になったかな。いや、もうね、あんまり、ね、人の見ることないですから。ねえ、何小学生みたいなことして遊んでるんですか。そういうことですよね。新機能の遊び方ですね、これ。新機能の遊び方です、ね、なるほど。これこうやって遊ぶんだぞって。あとなんかあるかな。まあ巨大ねっていうね、小さい、うん、お、力こぶ。君の力こぶを調べてあげましょうか。おう、おう、グッて、グッてやってって言われるでしょうね。はい、グッて。うん。ああ、そうか。僕の力バトル向きではないんだね。あ、でも私は好きよって。バトル向きでは。ありがとう。よかった。 HP が際立ってるわと。活躍してくれる。どういうことや。バトル向きではないけど活躍してくれる。そういうこと。矛盾を抱えた力こぶです。わあ、割と大きい方ね。確かに。確かに。誰と確認しちゃってるんですか、これ。まあまあ、そういうことですよ。
あ、こうやって遊ぶんだぞっていう。そうですね。こうやって遊ぶんだぞっていう。なるほど。さすが先生でございます。今週も勉強になりました。お楽しみください。おまきばです。ポンポン。